どうもこんにちは、コマくんです。今回はね、以前にね、紹介したと思うんですが、このドワーフサイガニシュフェルディかな、まあシュフェルディたちがね結構成長したんですよね。大体確か購入してから1週間ちょっと経ったんですけど、その時ね確か大きさが大体 0.3 ミリぐらいだったのが、今はなんか 0.5 ミリになりましたね。以前とは全然違って、なんか見た目が結構なんかザリガニらしくなりましたね。でね、こいつらに餌はねそんなあげてないんですよね。なんか一応なんだろう、同居してる生き物が、ね、南沼エビとミクロダスブラハナビがいるんですけど、そいつらにたまになんか、まあ、ザリガニの餌を細かく仕上げたものを、まあ、与えてるつもりなんですけどね、まあ、多分食べてはないと思うんですけど、それあとはやっぱりこのデトリダスってことが溜まってるんでね、まあ、それを食べてなんか常にねツマツマしてるんですよ。なんか口に運んでるんですよね。多分それを食べて多分何成長したって感じですね。まああと、まあ結構ほっとけば多分そのうち放卵する答えも見つかると思うんで、うん、それが楽しみですよね。というわけで今回の動画はこの辺で終わりにします。最後までご視聴いただきありがとうございました。